子供たちがこう格闘技をやりたい、なんかこう天心みたいになりたい、タケルみたいになりたいって思わせるのって、まあ、もちろん試合を見て憧れるっていうのもあるし、あともう一つはさ、やっぱりこのスポーツをやりたいと思う理由ってさ、やっぱりお金が儲かるとかそういうことじゃないの。でプロ野球選手になりたいとかサッカー選手になりたいとかさ、それってやっぱりさ、やっぱ子供ながらにしてプロ野球選手ってすごいお金持ってるんだろうなとか、なんか子供の頃そう思ってたもん。やっぱ年俸が出てさ、いやそうですね、うん、だそれを考えるとさ、広げていきたいんだったら、行きたいっていうんだったら、これ今回のファイトマネー発表した方がいいんじゃないかなと思って。ああ、なるほど。キックボクシングのトップになればこれだけのファイトマネーを得ることができるんだっていうことを、これ世間に言った方がいいんじゃないかなと思ったんだよね。え、キックボクシングでこんなにファイトマネーもらえるの、え、他のスポーツに全然負けてないじゃんと思うわけじゃない、そしたらこう目指したいと思う人はっていう子供は確実に増えると思うんだけどね。確かに、うん、これさ、スポーツ新聞の表紙にさ、ファイトマネーいくらいくら、1億1億とかさ、はい、3億とか分かんないけどさ、確かにそんなバーンってさ見出しになるじゃん。はい、もう大々的になりますね。うん、うん、すげえなキックみたいな、1億とかさ3億とかあったらさ、まあね、はい、これボクシングにも全然負けてないじゃんみたいな、うん、ってなるじゃんね。はい、そうだから俺もさ、よくさ、最近選手の頃はいくらもらってましたっていうのはさ、はい、やっぱりさ、それだけやれてるんだよっていうことをさ、やっぱ言った方がいいなと思ってさ、うんうん、もう一個プラス思考に頭を変えると、だから今回地上波がなくなり、はい、もうアメバのものすごいチャンスなわけよ。はい、アメバしか見れないんだから。そうですね。だからここで日本にペーパービューを根付かせるっていう第一歩のきっかけになるよね、やっぱり、うん、やっぱりさ、ペーパービューを買うっていうこう習慣がやっぱりどうしても日本の人たちってまだないじゃない。はい、でもやっぱこの試合って見たいじゃない。はい、5500円高いけど、まあ、会場で300万のチケットは買えないけど、100万のチケットは買えないけど、まあ、5500円だったら普段タダで見てるから5500円もったいないと思うんだけど、よく考えてみると、ディズニーランドとか行くでしょみたいな、旅行も行くでしょって、ご飯も食べに行くでしょって、でも別にそれと同じ感覚で5500円払えば見れるわけよと。買って映像を見るってことをやってなかったから、ただハードルが高いだけで、一度やってみると意外とそんなにハードルが高くないことだって今回みんなが思うチャンスだなと思って、うん、そうすればさ、自然的にペーパービューが売れればさ、またこうアメリカみたいなシステムにしていけばさ、その何パーセントかを選手にバックするとかさ、はいはい、そしたらファイトマネーは一気にガーンって上がるわけでしょ。はい、そしたらまたこう、また違う面白い展開ができるんじゃないかなみたいな、うん、そんなきっかけになる大会になればすごい有意義な大会になるんじゃないのかなみたいな、まあ、逆にね、このピンチをこうチャンスに考えて。